今回はその白内障手術、急いでせずに待った方が良いですよと考えられるケースに関してお話しさせていただきますマナビ眼科のマナビです動画ご視聴いただきありがとうございます白内障手術は現在国内で 年間150万件ほどされている手術です60から70歳の年齢で最も多くの方が受けられております60歳以降になると周りの方で白内障手術を受けてきたという方が少しずつおられるようになってきますよね多くの方が見え方が良くなって満足されますので受けてよかったというような話を聞くことが多いんじゃないかなというふうに思いますそういうこともあってご友人からの話を聞いて 白内障手術を希望して来られる方も実際多いです。ですが、白内障手術はある年齢を超えたら必ず受けなければならない手術ではありません。今回は白内障手術を受けるタイミングで良くないタイミング、すなわちもう少し待ってから手術をした方がいいと考えられるケースに関して4つお話しさせていただきます。 まず良くないタイミングの1つ目見え方にあまり困っていないのにただ年齢を理由に手術を希望される方です冒頭でもお話しましたが60歳を超えるとお友達で白内障手術をされる方がちらほら出てきて80歳にもなると周りの方のほとんどが白内障手術をされておりますそのようなこともありましてあまり見え方に困っていないのに例えば 80歳付近の年齢になったからというような年齢を理由に白内障手術をしなくてはならないというように思い込んで来られる方がおられます80歳ぐらいの年齢になると白内障は多かれ少なかれあるんですけれども例えば視力検査をして遠方を0.8ぐらい見えていて近方も0.8ぐらい見えているような方で視力にあまり困っていないというような状態の方も おられるんですね視力が良くても物が二重に見える福視の症状であったり光をまぶしく感じる臭明感というような白内障の症状があれば手術を検討することになりますがこのように80歳になっても視力がそれほど落ちておらず白内障の症状もほとんど自覚していないというような方はです、ね、全然いらっしゃるんですね。80歳になると 白内障にならない人はいないんですが症状の出方は様々なんです全く見え方に困っていない方もこのようにおられるんですねそのような方は他人に勧められたからといっても手術をする必要はありません白内障の程度がわずかで視力への影響がほとんどない状態ならそのままにしておいた方がやはりいいです眼内レンズで例えば保険診療での白内障手術をした場合 一般的に目の良い方は遠方合わせにしますのでその場合もしかしたら遠くの見え方は幾分良くなるかもしれないんですが近くくは老眼鏡をししななないと見えなくなってままう可能性があります今まで眼鏡をしなくても別に困っていなかったのに術後眼鏡をするなんてこんなはずじゃなかったのになぁと後悔する要因になってしまいます。 時々見え方にあまり困っていないけど将来的な認知症の予防のために手術を希望される方もおられますそれはよく考えているんだなと思いますので老後に備えてという意味でああれば手術をすする場合もありますただしっかり頭痛後の状況例えばメガネをしていなくても何ともなかったのに白内障手術をした場合は近くを見るときはメガネが必要になるかもしれない。 ということをきちんと理解しておく必要がありますこのように見え方に困っていないのに単に年齢を理由に手術を希望する方が一つ目です二つ目はドライアイや花粉症がある方は季節を選んだ方がいい場合があります白内障手術は夏前や秋頃が一番患者さんの数が多くなります例えば春先はスギ花粉の時期ですよね 花粉症をお持ちの方が白内障手術を受けると手術を受けた後に違和感が多少なりとも1ヶ月程度続くんですが結膜炎も同時に発症するとなると術後の違和感が増悪する可能性があります花粉症だからといって春に手術をしてはいけないということはないんですが毎年春の花粉症は症状がひどいというような方は手術を避けた方がいいかもしれません またはドライアイを自覚している方は冬は避けた方がいいかもしれません冬は乾燥する時期ですのでドライアイが増悪しやすい季節です白内障手術術後の見え方にドライアイはとても関係があります目の表面が乾くとゴロゴロする感じ異物感が続きますし乾き自体が強いと視力の出方が悪くなることがあるんですそのためドライアイがある方は 治療をしてから白内障手術をした方がいいといいとううように考えられています白内障手術をするとしばらく目薬を毎日しなくてはなりません術後の目薬は回数が多いですしそれがドライアイを増悪させてしまうことがありますドライアイがある方は冬よりは症状が軽減しやすい春以降暖かくなった時にされるのが良いかもしれませんそして3つ目片目だけ白内障手術をされる方です これはすべての方に注意が必要なわけではありません。もともと遠視と言われていたり、両眼とも軽い近視、具体的にはマイナス3ディオプター程度の近視の方ならされても問題ありません。もともと遠視の方、目がもともと良い方は基本的には遠方合わせにすることがほとんどですので、片目だけ手術するとしても術後の注意点はほとんどありません。 もともと軽い近視の方は多いのは術後同じように軽い近視を残すことが多いのでこちらもあまり問題にはなりません問題なのは強めの近視の方の場合です強い近視の方が片目だけ白内障手術をする場合例えば両眼ともマイナス8ディオプターという近視の場合片目手術をするとしても同じようにマイナス8ディオプターで合わせます 本来は強めの近視の方は両眼白内障手術をして近視を軽くすることが一般的です例えばもともとの近視がマイナス8ディオプターならマイナス2ディオプター程度の近視にして中間から手元が裸眼で見えるようになると裸眼での見え方がグッと楽になるんですですが両眼マイナス8ディオプターという近視で片目だけの白内障手術を行う場合 近視の値を片目だけ落として、手術する方の目をマイナス8ディオプターからマイナス2ディオプター、しない方の目はマイナス8ディオプターのまま残すというようなやり方ができないわけではないんですが、一般的にはやらないんですね。医学的には、両眼で2以上の屈折の差がつくことを不動視と言いますが、この状態は疲れ目の原因だったり、物を見る立体感覚がなくなったりしますので、 あまり意図的にはやらないんですすなわち強度禁止の方が片方だけ白内障手術をすると強度禁止の状態がそのまま残ってしまうことがあるんですね白内障手術は禁止を落とせる最大のチャンスなんですけれども安易に片目だけ手術をするとこのように後悔することがありますせっかくなら両眼手術をして軽めの禁止を残した方がいいですよねただ中にはアトピーだとかブドウ膜炎とか 外症性のもので若くして白内障になってしまった方は強めの菌糸が残ったとしても視力回復の点で考えるとメリットが大きい場合があります片目だけ白内障手術をする場合はしっかり担当の先生と話をして強度菌糸が残ってしまう点などを理解して手術を受けていただく必要がありますそして最後4つ目糖尿病のある方は手術を焦ってはいけません 糖尿病による状態が悪いままで白内障手術を行うと術後炎症の原因になったり糖尿病網膜症といって目の多くの網膜の状態がさらに悪化することがあります簡単に言うと白内障手術は予定通りきれいに終わっても術後の合併症のために視力が回復しないことがあるんです糖尿病をきちんとコントロールされた状態で手術を受けなければなりません そのために前もって内科の先生に白内障手術をこの時期で考えているんですがどうなんでしょうかというようなことを伝えておく必要があります糖尿病患者さんは内科の先生の許可がなければ白内障手術ができないこともありますので注意が必要です今回の話をまとめますとまず一つ目に見え方に困っていなくて単に年齢だけを理由に白内障手術を検討する場合は注意が必要ですそして二つ目に 花粉症がある方は春先は避けた方がいいかもしれません。またドライアイがある方は冬は避けた方がいいかもしれません。そして3つ目に強度禁止の方が片目だけ白内障手術を受ける場合、強度禁止が残る可能性があります。そして4つ目に強度禁止の方は白内障手術で禁止を軽くする絶好の機会です。そして最後5つ目に。 乳病の状態が良くないと白内障手術がでできません。という5点です。白内障手術は短時間で安全に受けることができる手術ですが安易に受けるとこのように後悔する場合がありますさらに細かく言うといろいろありまして例えば外仕事をしていて夏場汗をかきやすい方はその時期を避けた方がいいかもしれません白内障手術,術後感染症の可能性が高くなるからです 季節による感染症の割合は変わらないというような報告はあるんですが術後1ヶ月は特にデリケートな期間ですから気をつけた方がいいと思いますまた温泉旅行などの計画をしている人は前もって手術を計画された方がいいかもしれません同じく感染という点で考えると温泉やプールのような水が顔にかかりますので1ヶ月程度は避けた方がいいと思います 今回は白内障手術を受けるタイミングで少し待った方がいいと考えられるケースに関してお話しさせていただきました。この動画では眼科専門医が話す目に関するさまざまな情報に関してお話ししております。よければチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。